こんにちは。リベラルアーツ学群の藤倉真奈美と申します。環境学専攻プログラムについてご紹介します。環境学は統合型プログラムにありますので、人文領域からも社会領域からも自然領域からも選択することができます。では環境学とは何でしょうか。環境学は持続可能な社会に向けて環境問題を考え解決を目指す実際的な学問です。皆さんは環境問題といったら何を思い浮かべますか。地球温暖化でしょうか。海洋プラスチック問題もありますね。生物の絶滅も世界中で進んでいます。身近なところでは食品ロスという、まだ食べられるものが捨てられるという問題や PM2.5 などの大気汚染もあります。さらに騒音や悪臭といった近隣の問題までとても幅が広いのです。そのため環境学では文系と理系にまたがる理論から実践まで幅広い科目を用意しています。皆さんはたくさんの科目の中から学びたいものを選ぶことができます。また環境学はあらゆる学問分野と関連しています。地球温暖化を例にとると、その始まりは産業革命ですから歴史の理解が必要です。また温室効果のメカニズムを理解するには物理や化学の知識が必要です。地球温暖化が進むと生物の生息域が変わって感染症が拡大する恐れがあります。生物学や生態学に関連しています。さらに地球温暖化問題を解決するには先進国と途上国の対話が必要ですから、国際関係の理解や国際協力が必要です。そして対策手法の一つに排出権取引があります。経済学や法政治学が基本となります。さらに地球温暖化の解決のためには皆さん一人一人に行動してもらうことを伝える必要があります。これが環境コミュニケーションです。このように環境学はとてもリベラルアーツ的な学問なのです。では環境学を勉強したら将来どのような職業に就けるのでしょうか。実は環境学と関係のない仕事はないと言ってよいのです。例えばチョコレートを作る会社がその原料は熱帯雨林を破壊して栽培されたものだと訴えられたことがありました。今は食品を扱う商社や食料品製造業、スーパーなどの流通業、さらにレストランなどの外食産業は取り扱う食品が生態系を破壊したものではないか確認する必要があります。また銀行や保険会社などの金融業では環境に優しい事業により多くのお金を貸してあげる ESG 投資という動きが主流になってきています。さらに皆さんがもし学校の先生を目指すなら PM2.5 の注意報が出た時に生徒を守る役目があります。そして電気を使わない仕事もゴミを全く出さない仕事もないのです。言い換えれば環境学の学びは全ての仕事で役に立つのです。最後に環境学の学びとは、環境問題を題材にして原因を見出す力、さまざまな対策を企画立案する力、対立する意見を調整する力を身につけることなのです。皆さんも一緒に環境学を学んで持続可能な社会を作っていきましょう。